私やあなたの八重で本当に嬉しいのに、当たり前のように空らずを出てやかましいんだ。今痛いくらい幸せな思い出がいつか来るのは分かんない。嘘だぜって歩く誰かの居場所を奪い行けるぐらいならばもう私は怪しい頃にでもなれたならいいな。だとしたら勘違いの戸惑いもない。そうやってあなたまでも知らないままで、あなたの私の思いが全部伝わってほしいのに、誰にも言えない秘密があって嘘ついてしまうのだ。あなたが思えば思うよりいいことの私は意気地がないのに、どうしてどうしてどうして、どうして